東夢は山梨県甲州市にあるファームワイナリーである。名称は東電 OB が中心になり工作放棄地を開墾し、ワイナリー建設が夢だったことから名付けられた。東日本大震災の復興支援で、福島県日本松市のワイナリー設立とワイン醸造の技術指導もしている。東夢ワイナリー武道園と南アルプスの眺望を2014点。また、一面に広がる ブドウ畑は美しい農村景観を作り出しており、ブドウの生産のみならず地域の貴重な財産となっている。こうした恵まれた環境の下、平成14年から鳥居イラ地区の工作放棄地 90A を借り入れ、ワイン用ブドウを年間約2トン生産している。栽培品種は赤ワイン用でカベルネソービニオン、メルロー、ピノノワールの3種を20アールずつ垣根栽培。 アジロンを 10R、自ワイン用で、高州種 20A を平棚で栽培しており、鳥居平地区の有料な土地と、相なって、高品質なワイン用ブドウを生産している。このほか、赤イン用ブドウと高州種等の自ワイン用ブドウを、地元農家から年間約13トン買い入れ、自社生産と合わせて15トンのワイン用ブドウを使い、年間1万3000本のワインと、4000本の ご覧中を製造している。高野栄一。Facebook。2014年2月14日閲覧。ワイナリーメンバー紹介。東夢ワイナリーブログ。2014年2月11日閲覧。小原進。Facebook。2014年2月11日閲覧。渡辺隆人。Facebook。2014年2月11日閲覧。秋元久夫。 フェイスブック、Facebook, 2014年2月11日閲覧。福島農家の夢ワイン株式会社。フェイスブック、2014年2月11日閲覧。7月10日福島農家の夢ワイン株式会社。東夢ワイナリーブログ。2014年2月11日閲覧。日本末福島農家の夢ワイン農業再生へ。果実酒作り。福島民放。 2014年2月11日閲覧。福島農家の夢ワインっていう株式会社。福島6時からジオ。2014年2月11日閲覧。七草農園福島農家の夢ワイン株式会社アブクマノーと暮らし塾。2014年2月11日閲覧。福島日本松の農家が共同でワイナリー立ち上げ、夢ワインを発売へ。オルタナ。 2014年2月11日閲覧。毎日農業記録賞、本県から4人入賞、山梨。2014年2月11日閲覧。クラブロシナンテス。Facebook。2014年2月11日閲覧。クラブロシナンテス。2014年2月11日閲覧。鳥居イラワインクラブ。Facebook。2014年2月11日閲覧。 鳥ータイラワインクラブ。2014年2月11日閲覧。甲州市民バス時刻表。2014年2月11日閲覧。ネイビーティン。2014年2月18日閲覧。ありがとうございます。